ット6県エリア別仮面ライダーギーツロケ地50連発プラスアルファ。今回は最終回ガッチャ大作戦をプラスアルファしたものから東京、神奈川、千葉で撮影されたものを紹介します。まずは東京都練馬区です。2話のつむりがエースに仮面ライダーだと告げるシーンです。光が丘駅から徒歩約10分、東京都練馬区のホテルカデンタ東京で撮影されました。知ってるよ。おめでとうございます。今日からあなたは。それも知ってる。せっかく理想の世界。年末年始は週2投稿。続いては20話のさえさんの実家の沖縄料理屋です。池袋駅から西武池袋線で約15分、大泉学園駅、駅北口から徒歩約15分。劇中と全く同じ名前の沖縄料理や泡蔵で撮影されました。ちなみに泡蔵の公式ツイッターでも言及されていましたが、実際には閉店していません。続いてはネオンとキューンが初めて会話した橋です。池袋駅から西武池袋線で約16分、練馬高野台駅、駅南口から徒歩約5分、平成宮井橋で撮影されました。忘れ物。あ、ありがとうございます。家出しようとしてるわがままな親不孝者の時点でお察しだけど。どいてください。ほっとけるわけないだろう。続いては41話のジットがケケラとベロバと話していた階段です。大泉学園駅から歩いて約12分、オズスタジオシティの非常階段で撮影されました。続いては48話のカップルが爆発したところです。大泉学園駅から歩いて約15分、東京都練馬区の東映橋付近で撮影されました。続いては48話の黒つむりがドライバーを配ったところです。大泉学園駅から歩いて約12分、東京都練馬区のリビンオズ大泉前で撮影されました。続いては東京23区です。7話の缶蹴りゲームの戦闘シーンです。都庁前駅から歩いてすぐ、東京都新宿区の東京都庁都民広場で撮影されました。んなチビがラスボスとはな。発見した人間を捕まえ、その生命力を使って巨大化します。つまり缶を蹴った人間がゲームの勝者。もし誰も缶を蹴れずに捕まってしまったらゲームオーバーです。変身。続いては冬映画の悪魔マラソンで通った橋です。東京駅から京葉線で約10分、新木場駅。新木場駅から都営バス12系統で約12分、若洲キャンプ場前。バス停からすぐの東京ゲートブリッジで撮影されました。東京ゲートブリッジは2012年に開通した新木場方面若洲と羽田空港方面の埋め立て地を結ぶ橋です。羽田空港の高さ制限と船舶の高さ制限を両立するため変わった形をしています。高速ではないため無料で通過できます。続いては冬映画の悪魔マラソンで通った商店街です。東京駅から山手線で7分、上野駅。上野駅から日比谷線で4分、箕輪駅。箕輪駅から北方向に歩いて約3分、チョイフル箕輪商店街で撮影されました。チョイフル箕輪商店街は、都電荒川線沿いに広がる、アーケードに覆われた商店街で大正時代からあるそうです。続いては20話のニダムが恵方巻きを食べていたところです。秋葉原駅から総武線で2分、浅草橋駅。駅から歩いて約6分、両国橋駅付近の隅田川テラスで撮影されました。今回撮影された場所は、隅田川と神田川の合流地点です。劇中で後ろに映った緑色の橋は、神田川の柳橋です。ニラム様、スポンサー絡みとなるとこと、その時は私がだよ。この世界のリアルに変身。続いては29話のネオンの配信シーンとキューンとの会話シーンです。西新宿駅 C10 出口直結新宿アイランドで撮影されました。新宿アイランドはオフィス、店舗、住居などの都市機能を併せ持った人に優しいニューインテリジェント都市と称する施設です。一番不幸な記念日。先ほどのラブのオブジェのほか、パティオと呼ばれる広場でも撮影されました。みんながみんな君の誕生日を祝うと思った。続いては45話の瓶が突き止めたつむりが捕まっているところです。上野駅から歩いて約6分、東京都台東区の東京国立博物館で撮影されました。撮影されたのは本館の裏側部分だと思われます。続いては45話のギーツナインと武人ソードが戦ったところです。浜松町駅から歩いて約8分、東京都港区のシーバンスで撮影されました。続いては45話の鞍馬親子が歩いているとダポアンが現れたところです。東京テレポート駅から歩いて約5分、東京都江東区の夢の大橋で撮影されました。続いては47話のケイワトサラの前にケケラが現れたところです。代々木駅から徒歩約3分、東京都渋谷区の山の美容専門学校で撮影されました。続いては48話の一般人らの戦いをエースが止めたところです。臨海線国際展示場駅。駅から徒歩13分。水の広場公園にあるカスケードで撮影が行われました。ちなみにカスケードとは何段も連なった小さな滝を意味します。続いては最終話の慶和が勉強していたカフェです。新橋駅からゆりかもめで約13分、お台場海浜公園駅。駅から徒歩約5分、アイランドヴィンテージコーヒー台場店で撮影されました。アイランドヴィンテージコーヒーはハワイのホノルル発祥のカフェで、日本には1996年に上陸し、国内には3店舗あります。続いては最終話のエースが宝太郎にエールを送ったところです。赤羽駅から埼京線で約2分、北赤羽駅。駅から徒歩約15分、新河岸川沿いのあずさわ菓子広場で撮影されました。幸せになれよ。ちょっと待って、おっぱは。続いては東京23区外です。続いては冬映画の悪魔マラソンで通った回転寿司屋です。東京駅から中央線快速で約40分、立川駅。立川駅南口から西武バス71系統で約9分、昭島団地バス停。バス停から約2分歩いたところにあるスシロー昭島店で撮影されました。驚きのタイアップとなったスシローコラボ、ここも追いかけっこの舞台となりました。続いては42話の五十鈴太一が一般人を集めたところです。青梅線バトノス駅から歩いて約7分、東京都奥多摩町の野村精機工場跡で撮影されました。続いては43話のエースらがギャングと戦ったところです。京王線飛田給駅から歩いて約5分、東京都調布市の味の素スタジアム付近で撮影されました。続いては最終話のネオンが生配信していたところです。武蔵小金井駅から西武バス21系統で約23分、ガスミュージアム入口バス停。バス停から徒歩約3分、ガスミュージアムで撮影されました。ガスミュージアムは東京ガスの歴史を学べる博物館で入館料は無料です。元気に踊っていきたいと思います。続いては神奈川県です。3話のネオンがエースと共にベンとジョンから逃げるシーンです。みなとみらい駅から歩いて約12分、神奈川県横浜市のマリン&ウォーク横浜で撮影されました。マリン&ウォーク横浜は海沿いの倉庫街に街路を作るという発想から海と緑をシームレスにつなぐことによって生まれたオープンモールです。こちらで撮影されたのが続いては21話のエースとニラムが訪れた中華料理店です。石川町駅から歩いて約7分、神奈川県横浜市の大珍道で撮影されました。では、夏映画の運のエースが漂着したところです。東京駅から東海道線で約25分、横浜駅。横浜駅から京急線で約1時間、三崎口駅。三崎口駅から西方向に歩いて約25分、黒崎の花付近で撮影されました。黒崎の花は三浦半島の和田、長浜海岸と三戸浜海岸の間にある岬です。周りが小高い丘に囲まれていて、人工物が見えにくく、秘境感を味わうことができます。そのため、多くの撮影で利用されているようです。続いては千葉県です。続いては冬映画の悪魔マラソンで通った電車と駅です。東京駅から山手線で11分、日暮里駅。日暮里駅から京成本線で京成高砂駅。北総線に乗り換えて約22分、矢切駅。矢切駅ホームとそこを通る北総鉄道、北総線の車内で撮影されました。矢切駅は北総開発鉄道時代にブレイドの22話で使用されています。37話のバッファとタイクーンらの戦闘シーンです。東京から車で約1時間、千葉県佐倉市のバトルシティで撮影されました。バトルシティはサバイバルゲーム、いわゆるサバゲーのフィールドで千葉県最大の市街地系サバゲー施設です。続いては、エースがブーストマーク3に変身したところです。東京駅から京葉線で約30分、海浜幕張駅。駅北口から徒歩約7分、Mベイポイント幕張ビルで撮影されました。Mベイポイント幕張ビルは毎年登場する定番ロケ地の一つで、リバイスのオープニングやセイバーの最終フォーム初変身でも使われています。続いては38話のギーツ9初変身シーンです。京葉線千葉港駅から歩いて約15分、千葉県千葉市の千葉ポートスクエアで撮影されました。続いては、ガッチャードギーツのゼグドラシルが現れたところです。東京駅から京葉線で30分、海浜幕張駅。南口から西へ約5分、メッセモール南で撮影が行われました。仮面ライダーロケット動画、年末年始は毎週水曜日曜週2投稿。